占いでででです。三です。三番白三番白です。す。白白。番番盤面で揃ってからままたお話し,しますグレー釣りになった場合そうですねグレー釣り怪しいとこ釣っていいと思うし、えー、潜伏標準もあるかもしれないんでねこのレギュレーションだと一番怪しいところ釣っていきたいと思います。 二周目発言伸ばします。以上。九番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能者です。霊能者。霊能者です。八番さん、三番さん、しろ。うん。まあ、盤面で揃ってからって感じかな。まあ、特に印象はないかな。うん、まあまあまあ。言いたいことも、まあ、その通りだと思うし。うん、うん、うん。まあ、特に言うこともないかな。うん。 まあ、霊能はもし対抗出たら、あの、しっかり精査してほしいかな。なんか脳シローラーみたいなのが最近言う人多いから、あの、しっかり精査してほしいですね。うん。なんでかっていうと、まあ、22になること多いと思うんですけど、22になって、あの、お互い黒黒ってなった時は、残った霊能を釣らないってことが結構あるんで、絶対に霊能は精査すべき。精査しないメリットはないです。釣、うん、ることにしかメリットがないんで、しっかり精査してほしいかな。対抗出たらね。でなんか出ないのが一番いいけどね。以上。 1番のプレイヤーは発言してくださいそうですね、申し訳ない、9番さんにはちょっと申し訳ないけど、僕は、霊能が2人出たら、とりあえずローラーっていうタイプの村人なんで、まあ、精査は一応はするんですけど、片方、霊能を釣ってしまったら、よっぽど白黒、うん、そこで精査がついてない限りは、霊能は釣り切りにしたいかなとは思ってますね。 っていいうぐらいですかね、まあ、今のところまだわかんないです9番さんが本物か偽物かっていうのもわかんないですし、8番さんに関しても、まあ、別に違和感になることは言ってないので、うんまあ、本物だったら本物でいいし、偽物対抗出たらそことの精査という形になりますかね。はい、まあ、グレーがいないので、8番さんと9番さんに関してはこれぐらいっていう形ですか。2番さんに回します 2> 2番 のプレイヤーは、おかすぎと申します。ていよろしくお願いいたします。えーと、まあ、八九一と出てきてっていう形ですね。あ、続いてという形ですね。えーとですね。うん、八番さんに関しては、えーと、一番怪しいところを釣りたい。うん、私もそう思いますね。まあ、仮に任意進行になった時、私は、えーとですね。一番怪しいところを釣りたいと思怪しいというか、黒っぽいところを釣りたいと思ってます。なので、私は電能からじゃなくてもいいかなって、実は思ってたりはしますね。ただ。 えまあその場合は占い師で、まあ、このレグ,シレグリエーションで、ね、占い師でオカミが出てくる場合の方が多いと思っているので、えー、とそこで黒釣れるっていうことで考えるなら精査でつくならしっかりと黒狙って釣りに行きたいと思っています。で、まあ、それが、ね、分からなかった時に限っては、えー、と霊能者のロラっていう形になってくるのかなただ、霊能ももちろん木場さんが言ってた通り精査しっかりして芯決め打てるような形で、ね、グレーに名は使えるようにしっかりと精査していきたいと思っています。 で、逆に、それをし,てしたいと思っているので、占い師さん、レノ者さんはしっかり、村人に自分がどう思ってるのかっていう、えっ、ー、と、その情報っていうのを落としてほしいです。我々、えっ、ー、と、村側のね、死をしない人たちっていう人たちもしっかりとその情報を落としていくので、えー、しっかり、役職でね、出た人たちっていうのは役持ってるってことで構けないで、精査を頑張ってほしいですね。我々も頑張ります。あなたたちも頑張ってくださいっていうところです。なので、8番さん、9番さんに関して、 しっかりとねそこらへん発言伸ばしてくださいね八番さんが一番怪しいと思ったら私22進行だった時8を釣りたいと思ってますよ若まあ怪しいと思ったらねうん21だったらうんまあ片白で怪しいと思ったところがあるならそこ釣ってみるのもありかなと個人的には思っています以上3番のプレイヤーは発言してくださいはーいみんなおはよう人狼ちゃん白髪待機でうれしいツわいと。 私は村人陣営だ。うん。イ番ちゃんの強気な発言は全然いいと思ってる。うん。全然片白。じゃあ自分が怪しいと思ったら釣ってください。はい。それぐらいの意欲で、じゃあ自分も考察します。って言っても、ごめん。情報はそんなないんだよね、正直。8番ちゃんっていうのは、まあ、グレー釣りでもいいんじゃないかね。潜伏教授もあるし。うん。そうね。9番ちゃん脳死はやめようだし。うん。ごめんな、2番ちゃん。この、今めちゃくちゃさ、 ぶっこいたけどさ調子ぶっこいたけど正直その伸びないんだよねただ二番ちゃんっていうのはかなり強気な発言で、うん、いいかなと思ってる印象はいいよ、うん、ただそういう王冠もいたからなっていうねいろいろなことがあるから思考ロックはしないで柔軟な頭でやっていきたいと思ってる以上だ四番のプレイヤーは発言してください,、うん、ださいはい四番ですよろしくお願いいたします八番さんが占い師三番さんにしろ9番さんが霊能というところで把握いたしました そうですね。2番さんに関しては3番さんと遠いです。はい。2番さんの印象がとても良かったかな。なんだろうね。しっかりとそれぞれの発言をしっかりと精査していこうっていう意欲が見えたし、本当に自分の意見だなって感じかな。だからなんかブレないでほしいです。2番さんに関しては。2番さんがブレてしまうと怪しく見えてしまうかなって単純に思っているかな。1番さんに関しては、レーロラ、完成派って感じなんでしょうか。 1>, うん、1番3に関しては特に印象がないが、うん、12で精査した場合は2番さんの方が釣りたくないかなって現状を持っているはいなんで3番さんに関しては2番さんが印象がいいっていうところは同意したが8番さんが狼であれば3のかっこいいっていうのも十分あるかなと思っているかなはいまだ現状わかりませんが番名揃ったら改めて考察していこうかなと思ってます以上です5番 のプレイヤーは発言してください、はい、私は村人陣営です私はアンドロメダ様のお告げを聞いてアンドロメダ様の言う通りに釣っていきたいと思います気になったのは2番と4番の発言人さんは、えー、片代から釣っていってもいいと思うそのそういう発言が出るということは占いを決め打ちするということですよね 片白から釣るということ。そしたら、えー、その場合って、占い決め打ちだったら、そこを釣らなくて、他のグレーを釣って、えー、真の占い師の占い幅を狭めた方が、私はいいと思う。そこに関しては、私は意見が違います。で4番さんは、 8番さオオカミだったら3番さオオカミもありえるよねと言いました、うん、8番さんの、えー、強靭目をあんまり追っていなかったような気がしています4番さん目線って占いにオオカミが出るのが分かっているのかなって直感で思っちゃいました、うん なので私は1番さんの、うん、印象はないんだけれども2番さんの発言はちょっとそこに違和感感じたのと4番さんにも違和感を若干感じました67でどっちも使用あるのかなどうなんですかねって感じですまあ今日釣られたとしても恐れないでください私たちは肉体が滅んだとしても 精神が宇宙へと消化し、私たちは宇宙を旅して宇宙の一つになるだけです。<laughs> 皆さん一緒に死にましょう。<laughs> 6番のプレイヤーは発言して,て,だ言してください。はい、おはようございます。占い師です。1番白に、ね、1番白。把握してください。1番3が白。対抗8番に関してですが、 盤面揃ってからなすグレーツリあっらしいとこ釣る潜風教師もある。正直、今日、ローに関してはあんま透けてないけど、礼儀的に狼が多いかなってところ、9番さんに関しては対抗が出てない以上あんまわからない。ね、2番さん番さんに関しては怪しいとこなければ、霊能ララだ。もしくは決め打ち。22だったら8釣りたい。二前22なら8釣りたいが、俺の把握漏れかわかんないんだけど、正直そこよくわかんなかったなって思った。あの時点で、僕が出る前って8番さんの審議って多分村目さんあんまつかなかった状況なのに、そこでその意見が出てきたのが俺はわかんなかった。 俺の把握もれなかったらごめんね。3番さん自分が怪しいと思ったら釣ってくれ。まあだいぶ強気の発言かなと思った。8番さん狼の時って、まあ8分の1ではあるんだけど、占いにしろあれたらめちゃくちゃ弱い時とこなんだ。だから3番さん返事がこれあってもおかしくないかなと思ったから、そこを素直に寄った4番さんっていうのは別に黒くはないと思った。そこに関して違和感を持って、8番さん狂人を追ってない4番さんどうなのって言った5番さんがむしろ引っかかっている。言ってることおかしいから狂人アピールしててもおかしくないかな、この人とは思ってるかな。うん、ぐらい 白先の一番にいるんだら強靭目はないと思ってる。霊能対抗出たら脳白だって言ってるの、この人強靭だったら霊能に出てない点から、霊能が出た場合っていうのは霊能振動、そこをロラさせるのはすごい弱い動きだから、一番に関しての強靭目はないと思っている。うん、この後7番さんで霊能が出るのか、占いが出るのかって結構重要な盤面なんだけど、そこが22になるのか、23になる22になるのか、31になるのか、そこら辺見ていきたいなと思ってるかな。 うん、8番狼の狂人潜伏の場合っていうのは5番さんの狂人アピーひどいなと思ったから5番さん狂人目かなって思ってる。正直相方1っていうのはパッと出てこないけど3番初日が順当にあってもおかしくないかなとは思ってるかな。ぐらいかな。とりあえず7番がどう出るかっていうのを見た上で盤面固定されてからもう一回話をしていきたいと思います。以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。私が真の占い師。 一番さんにランダムシロが当たってますいつうん1かうーん占い三 c を八番さんの時点ですらがないんであれば今日は占いですねで私どうだろうなこれ六番さんが最後七、えっと、番さんで占いに出るのか霊能に出るのかどっちに出るのかみたいに出たんですけどどっちかには出るっていうのを分かってたんですよね六番さんってなんかそれが結局何なんだろうと思うけど六、えっと、番さんが一番さんにシロ打ってるのって なんだ、ちょっと強人っぽいなって最初は思ったんですよ。8番さんで白が何人だったら8番さんが人狼6番さんが強、えっと、人で8番を真と思って出てきたのかなと思って。で、そうすると、えっと、まあ、1、2、4、5の中で1番さんが、まあ、最初の初陣だったから、まあ、発言的には薄いよね。だからそういう1番さんに、えっと、白を打ってワンチャン囲いを狙いに来た強人かなって思ったんだけど。あ、い多いですね。 どうなんだろうな正直86の精査はつかないですね、まだ。ただ私が真なのでっていう感じ。で、8番さんが、えっと、人狼だった場合、3番さんの囲いは大いにあると思ってます。ただ3番さんの発言自体におかしい点はなかったですね。まあ、占ってみないとわからないっていうところ。うーん。まあ、すらがあったらいいんだけどって感じですけど。 どうかな ?8、八が出てきて、で、6が出てきて、6が人道。うん、6の方が狂人なのかなと思う。対抗が出てきてないのに焦って出てきた狂人なのかなって今のところ思ってます。以上。ん、うん、?6、ムラスラ ムラスラ。スじゃあ21番目ですか。え、六つりたいですね。よいしょ。6釣ろえ、五番さんが狩人であることから、え、六番すむら透けてんですよね。六番さんでいいんじゃないですかってとこですけど。 それか87で言ってもいいけど、僕も完全に7番さんはもうオオカミと見てます。オオカミでしかああいう形で出れないだろうっていうところ、うん、7番さんはずっと6が1をどう,などう、なんで1に白を当てたかっていう話ばかりだし、うん、よくわからなかったっていうところですね。で、6番さんもまあ言ってることむちゃくちゃで、えー、っと8番のオオカミを追いますと言いながら、5番が。 5番が8番の今日追ってないことから強靭なんだろうみたいな、今日アピですよねって話、強靭の話ばっかりしてる。うん、普通に6いってほしいかな。っていうか別に占いでいってもいいんじゃないですか。これ、例確定ですよね。うん、全然7いってもらって。 黒を出してもらって、そのまま僕、新進行でいけるんじゃないかって話。どうでしょうか。っていうとこですね。うん。グレーでいくんだったら6番さんいきますね。ちょっとそれに話時間使いすぎちゃったな、まあまあ、なから。むラすら急にしないでよって感じ。9番のプレイヤーは発言してください。 まあ6位強人でロラーを避けたかったんじゃないクロストップ7が黒だと見込んで7を釣った時にクロストップでそうだったからスライドしたって感じがまあ割と納得だけどね、うん、あの1日で残り2人で6番がムラストラをするメリットは全くないまあだるいから釣っといてもいいけど白しか出なさそうな感じはするよね で、7番さんに関しては、カリウドの話を一切してない。改目線、カリウドを出して、占い位置狭めた方がいいんじゃないですか。一番最後なんだから、絶対すべきだよね。で、えっと、8番さんに関しては、7番さんの黒目を上げたか、うん。7番さんは、6、7、えっと、六八の内訳もなんかよく分かんなかった。なんで8番さんのことを黒で見たのかよく分かんなかったし、6のことを今日で見た理由もよく分かんなかった。うん。 でえー、っと4番3までの話かえー、っと567の発言は置いといてえっと4番3が8、えっと八狼だったら3の過去も見れていたのが482狼なのかあるいはえっと4の後に、えー、狼出てるのを知ってて言ったのかって感じがして、まあ、4番2すごい釣りたいよねどうしようかな黒釣りたいからな霊の結果1回しか出ないから 今日1本釣りする6を置いといて6は明日釣る明日釣るとして黒狙うか4釣るか、まあ、4, 4は8をオオカミって言ったのがよくわからないね5番さん指摘は最もだと思う、えっと、8番さんを強靭で見ないっていう視点オオカミで確定してるっていう視点がよくわからないし囲いも見せるっていうのはやっぱ えっと3番さんに対してのねヘイトもやっぱオオカミって容疑者を増やしたいからっていう風に見えるからやっぱ4釣りたいかなヘイトばらまいてるような感じがしたしね4釣ろう日今日4釣って明日6釣ろう4釣りで1番のプレイヤーは発言してくださいいやー霊能さんの意見とはちょっと全然違うこと言うんですけど、まあ、僕は78どっちかから釣りたいですねでそこで9番さんにね色見てもらって っていう形でいいんじゃないでしょうか。っていうのも、結局今、に1番目になってるので、で、しかも、7番さんの出方って、うーん、どうなんだろうなっていう感じ。で、6番さんは、なんか、スライドだからちょっと怪しいかなとは思うんだけど、でもまあ、スライドするメリットって、人外があってあんまりないですよね。今みたいにスライドしたし、じゃあ、ずっとこっかで、釣られてしまうので、狼目は薄いし、ワンチャンあっても強人かなぐらいの印象ですね。 そうなってくると7、8でやっぱりオオカミがどっちか出てんじゃないかなと思うのでそこどっちかつって九番さんに色見てもらってっていうのがよく多いんじゃないかなと思うんですけど九番さん1回しか結局色見れないしね今日軽いドに思ってもらって今んとこ7ですか、ね、2>, 2番のプレイヤーは番発言してください内間さ,さんいやむしろそれだったらライン見た方がよくないか、うん、普通に。 七狼オ軸で考えた時の相方ってどこっていうところから考えた方がよくないかそう,そう,うん、って私は思ったんだけどね。うん、ね、ここで真偽決め打つ、まあ、もちろん7番さんの2戦目っていうのはもう皆さんが言ってた通りっていうところで、2戦目には私も見ているんだけれども、うん、<coughs> 私、9番さんの言ってることすごい最もかなって思ったけどね。<coughs> まあ、ただ、ちょっと5番さんに関して、な,なぜか私、戦えかれたんだけど、まあ、2、二進行だったときに、8の発言が怪しければ8を釣るよっていう。 形でったんだよ、ね、まあそこら辺はいいや。駒さん借りただ,だしね。うん。いや私も読んで色見るっていうのは一つ全然手だと思うし、うん。ヘイトばらまいてたっていう点からの狼要素っていうのはもちろんあると思っている。で、つって黒が出たなら、えっ、ー、と、占い師にニ,ニナは使っていけるよね。少なくとも。うん。例のが決め打ちになったタイミングで、 黒から絶対に行きたい。私もその通りで思っていて、えっ、ー、と、占い師で行くと、ラインが見えなくなる可能性があるし、ここでシーンを間違えて釣ってしまったタイミング7、7番さんが限りなく偽だと思っているんだけれども、7を釣って白が出てしまった場合っていうのは、8番さんのね、まあ、おそらく狼としての、あの、情報しか落ちないんだわ。うん。それをやるよりだったら、 4番さんから釣って9の霊能での色を見るっていう方がうん無難だと私は思っただから若干1番さんがすごく怪しく,な怪しくは見えてるかなうん仮にここで7でのライン切りをして、あのー、黒釣った自分は狼だなんよねって見せようとしてるようにも見えた私は3番のプレイヤーはなんかライン切りとかもかく話なんだけど別に占いってもいいんだけど結局狩リウドって守るのさ 9じゃん7、8で進路出てる場合さ、結局それさ、今日たとえ狼7が狼だった場合、7つったとしても8噛まれるんだよね。意味なくないって。超思うんだけど。超思う。うん。だから別に行く必要なくないって思う、自分は。だめかな。行かないよ。占いは。うん。 4番ちゃん気になったのは、なんか結局3の囲いを打って言ったんだけど、そのね、その7番ちゃんも言ってたんだけどさ、で、7番ちゃんちょっと自己防衛感でさ、いや別さんは怪しい発言しないけどねって言うんだけどさ、怪しい発言したら囲いを追ってもらっていいんだけどさ、怪しくないのにさ、囲いを追われるのはちょっとね、もうね、ピキってきてるよね。もうピキってる。<laughs> で、5番ちゃんがちょっと2番ちゃんに指摘してきたじり、じゃあ自分が説明しとこうかな。ピって,てるよね。ピ2番ちゃんっていうのは、二一人権の話をしてたんだよね。うん、片白釣ってもいいっていうのは。 そうすれば、片白が黒出たら、それ偽だし、2、1人家の話ね。だから、現状の例のが、決まった時点での話をしてたから、だから2番ちゃん別に間違ったこと言ってないよねって思ったけどね、5番ちゃんに指摘するんだったら、カーリードならもうちょっと話を聞こうって感じかな。うん。いや、普通に自分は6行きたいけどな。<laughs> いや、もう絶対人外じゃん。うん。意味がわかんないんだけど、結局盤面濁ってるし、ムラスラだしさ、それでさ、うん。 いや、でも白しか出ないっぽい感じはするけど、わざわざさ、盤面濁ってるし、うん。いや、本当に逆理論だったら嫌だなって感じなんだよ、個人的には。それで6が黒なのにっていうね。で、だって6番ちゃんってさ、7で出るの分かってるような言い方してたよ。2一番面か3一番面って言って、7が絶対出るって言い方してたんだよ。うん。わかるだから6ワンチャン狼あると思うよ、全然。うももうみんな逆理論働いてるけど、個人的には絶対人外である6行きたい。 4番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、発言します。全くもっよくわからないんだが、僕が8番さん狼オオカミで追ったから、僕が怪しいっていう発言ですかそうですよ。ぶっちゃけよくわかってないです。このレギューで、僕、ほぼ,ほぼほぼ占い師オオカミしか見てないんですよね。狂人人人一二ぐらいです 僕はこのレギューで占い師に関してはほぼほぼ新郎だと思っているから、8番さん、7番さんはどちらかオオカミだと思ってますよ。で、8番さんがオオカミだった場合てだったいい、ね、3番さんに白を出していて、3番さんが占い師で出てきた場合って僕、僕八8番さんの新名は落ちると思っているんですよ。<laughs> はい。なので、そのリスクを。 回避するためにかっこいいっていうのは十分終える線だと思うんですよ。別に三番さん叩いたわけじゃないし。二番さんに関しては僕がヘイトをばらまいてるって言ってますけど、別にそんなにヘイトばらまいてないですよ。はい。そこは全くよくわからないです。で、なぜか皆さん七番さんの新面がないみたいな発言されていますが、七番さん目線って六番さんと八番さんって。多分、どっちか内訳はわからないと思うんですよね、単純に。はい。 でまあ、確かに7番さん目線、カリドを出すべきではあるが、僕は8番さんから引っかかっていて、8番さん目線、えー、と4グレーか ?4 グレーあるわけですよ。7番さんつるより、8番さん目線はグレーを詰めて、グレーを狭めた方が、8番さん目線は絶対いいはず。なのになぜみんなそこの発言をしないんだろう。7番さんカリドを出さないのとほぼほぼ同意だと思うんだが、なのに7番さんの2攻めを追っているのが全く僕は理解できない。 誰行きたいんですかはい、僕は今日グレーズグレーズめでいいと思ってます。2番さんか6番さんどちらから。うん、2番さんに関しては、その後の流れに任せたって感じで、結局僕の怪しい位置もよく言ってなかったからね。現状二六どっちかだと思ってます。以上。4番さんって8番めちゃくちゃ叩くよ。うん 占われたいのかなって思っちゃってて思ちゃるる狼は全然あるよね7番さんは私あんまり狼で追ってないんだけど、狼で追ってない理由としては、えっと、67が1にしろ出したよね。そうした場合って、えっと、67どっちか釣られちゃう可能性が高くなると思うんだよね。 8番さんが1番を占ったら角白1番さんできるからっていう理論で。だから7番さんは1番さんに白出すメリットがもしオオカミだったら薄い気がしている。<ん>だからあんまり7番さんのオオカミは私は覚えていない。なないい6番さんが占い師で出た理由は、えー、最後から2番目の位置で7番さんがオオカミだった場合に、えー、っと6番を強人と見て出にくいかなっていうことだと思う。だだからただ 番面が濁ったのは濁ったよねって感じ。で、4人も、人の発言おかしいんだよね。2番さんに関しては4番さんのあの、怪しいところを追ってなくて、1番さんに対しては怪しい怪しいって言ってるんだけど、2番さんって初日の時にね、あ、1周目の時にね、怪しいところから釣っていくって言ったよね、あなたって思った。 二番さんが一番怪しんでるのは一番さんだよね。そしたら一番さん釣りますって言えばいいじゃん、二番さんって。なんかブレちゃったよね、二番さんって思う。そこが二番さんの黒目。四番さんに関しては八番さん叩きすぎて、八と、八とのラインを切ってるようにも見えるし、えー、八から占、占われて八から白をもらいたいのかなって思うし、で、どっちもなんか黒目を感じちゃった。 で巨人目があるとしたら3か6だと思う3に白を打たれてるから3が潜伏しとこうっていう目線もあるから難しいよねってところかなえー、これ難しい <laughs> 難しすぎ以上まずごめんなさいスラした理由に関して説明します7番さんが人外であれば霊能2歳出てくれれば占い工程でだいぶ強い盤面だよね ってのを願って出た、占いに。プラス、もし僕が出なくて21番面だとしたら潜伏していたと言って、陣外が出てきて番面に濁されるのが嫌だったんですよ。僕が出さえすれば22だろうと31だろうと、もし21になったとしても21だったら陣外だろうと、どっちかは絶対固定するわけだし、仮に、あの、最後に出てくる陣外って、全露出した方も出にくいと思うんですよ。最後に出てきたらちょっと新っぽいよねっていう風な目線ができるんで、僕は出ました。この位置だからこそ出ました。っての方を正直分かってほしい。 ごめんね、伝わらんかったら。で、お願いしたいのは、僕が思ってるのは、2、4どっちか釣った上で、1、3クロス占いをしてほしい。両方黒が出るんだったら、仮に2番3か、4釣ったとして、両方1、3ともに、あのそれぞれ占ってクロスして、黒って出るんだったら、2番3白がって。両方白って出るんだら、2黒がくて、まあ、そんな場面は起こりづらいんだけど、そうなったら強いよねってところ。で、お願いしたい。2か4釣った上で、1、3クロス占いして、9番3に2、4どっちか釣った方の色を見てほしい。 7番さんは狂人ではなく、心労位置だと思っている。狂人だったら例能出るよねってところで。8番さんに関しては心境労分からないところ。二四2、4に関してだけど、4番さんの8の7、八ついたやつが確かにおかしいんだよ。8番さんが新占いであった場合っていうのは、グレー減らしてくれた方が絶対ありがたいんだよ。7番とか釣っちゃうよりも。自分から釣ってた、自分っていうか、ロラ、むしろ占いから手を挙げてたやつがおかしいんだよ。 8番さんおかしいなと思ってる。ただ7番さんが僕を強人目で見た理由もだいぶおかしいと思ってる。僕が強人だったら霊能太鼓に出る方が絶対強いんだって。んそれぞれちょっとわかんないなと思ってるけど、2か4どっちかから詰めていく予定。2、4正直まだ迷ってます。4番さんの言ってることは俺結構、ま、最も、っともだと思った。7番のプレイヤーは発言してください。いや、まず6番さんが本当にムカつく。 いや、まず自分で6番さんが占いしようして、私目線は68が偽なんですよ。人外なんですよ。だったら68の精査しなきゃいけないでしょで、私がグレーの精査できずに68の精査で時間使ったのはあなたが占いし使ようしてムラスラしたせいなんですよ。そこで6番さんのことを狂人って見る目線がわからない知るからじゃあ出るなよっていう話ですよ。マジで迷惑。本当にムラいないと思いますね。 理由も聞いたけど、全然意味わかんなかったし。だから私は新名に見るのかと思いきや、新名にも見ないんでしょマジで意味わかんない。本当に意味ないと思ってますね。占いたくもないですね、6番さんは。占わなくていい、うん、まあ人道かどうかって言ったらわかんないけど、でもこうやってムラスラして、ムラスラするってことは人道じゃないでしょっていう人もいるから、もう私はずっときたいかな、6番さん。うん。で、おかしいなって思ったのは2番さんかな ?2 番さんって私のこと限りなく偽だと思ってるんですよね。 じゃあ、2番さんの最初の進行論で言ったら、私は釣り押すんじゃないんですか ?1 番のことおかしいって思ってるんだったら、1番さんは釣るんじゃないんですかと思うから、2番さんの言ってることとやってることが違うから、2番さんおかしいと思う。そして、私のことを限りなく偽と見る理由がない。うん。っていうところかな。本当にムカつくわ。んね、うん。で、3番さんに言いたいのが、3番さんの言だって私わからないんですよ。 で3番さんから狼要素を拾うんじゃなくて、8番さんが3番さんに死を出してるから、私はそこを占らなきゃいけないと思ってるよ。だからもちろんクロスしようと思ってます、最初から。うん。ただその場合は3番さんからカリドじゃ、カリウドだったらカリド出てもらわないといけないけどね。でも私は2周目の発言があるので、それまでに出てくれると思ってたよ。いや私、6番さんいきますね。投票を始めてください。うわ、七四ね、じゃないべ。 6番。おい、言うこと嫌だ。いやまずでよー。6番。のプレイヤーは発言してください。えー、えー、まじでいー。いや、うーん、すらは申し訳ねえと思っとるし。いや、ごめんねす。ひ <laughs> ひまあ、マジか。ええー ごめんなさい。本当に申し訳ないです。結果見てマジで謝ります。いや、うーん、理解できないっていう7番さんの思考がごめん。えー、まあ、うん、考え方の違いでしたら俺が間違ってるのかもしんないけど。へえ。ー。<laughs> いや、決まらんかったから、うん、先番でしかないんだけどさ。決まっても弱いから、スライドは。まあそうね、決まり、まちろう <laughs> 決まりはせんかったけど、 2番かな2番目になったら3人目の陣外は出づらいだろうし、21番目になってくれたとしたらありがたいよねってところ。7が仮にどっちかれたとしても、21にはなるよねって。で、仮に7しか出んかったら、789。プラスで、8番ん話すときに陣外が、いや僕これなんですよって出てられたら番面に濁るから困るかなと思って2、2 1には死体から出ちゃった。ねえ、あ、あ、あごめんね。それは本当に。54が2で、 2番さんが1投票。いや、もう、今度読み1378が僕なんでしょう。う囲いはあるとは思ってる。だからクロス占いをしてほしい。ええー、24つって色を見た上で13の、あまあ、俺が、うん、<laughs> ね、狼っぽいって思ってつったの。だとしたら間違 <laughs> ーい、あ、まあ、いや、まあ薄らしたら何も言えないんだけどさ。ね、まあ、面にごっしゃるんだったら村のみんなごめんね。 いや濁したよね。ごめん。いや、でも、ああ、<laughs> 分かってほしかった。本当にごめんなさい。だだ、囲いがあると思ってるこの投票的にクロス占いで見つけてほしい。いやー、ほんとにごめん。申し訳ないです。夜が来ました。目を閉じてください。今朝、選ばれたのた目を開けて、ください スライドはリスキーっていうけどいやリ,スリスクしかない <laughs> リスクしかないメリットゼロだと思うけどなあるのこれに関してはちょっともう主張もずっと変わらないけどスライドなんてメリットねえだろう説明してほしいメリットまあ強人だと思うけど、ね 朝が来ました。昨夜死んだのは5番、7番のプレイヤーは発言してください。えっと占い結果3番白でした。6白ね。うんなんかちょっと感情的になって申し訳ないなとは思ってるけど、6番さんはちょっと盤面濁し。て だし、えっと、それで出てきた私のことを新面に見るんだったら、まだ6番さんの理論で通ると思うんですけど、そうじゃなかったからおかしいなって思いました。死体蹴りはやめます。えー、っと、そうだな。<laughs> うん、私が2番さんのことを怪しいんで、で、そこの2番さんに投票したのが5、54、うん。なんか5番さんの言ってた4番さんの8殴りすぎっていうのは若干気になってはいる。うん。 ずっと8番さん初週からね、まあ、私的には4番さんの意見って一番私、真っ当だなって思ってたんだけど、4、5の意見が。うーん。とか叩いて身内切りして8番が今日4に白出しでしょっていうのはあるのかなとは思うけど、まあ、純粋に昨日の2番さんは気になるかな。私のことを限りなく偽で見る理由を言ってほしい。私が狩リウドを出さなかったから、それだけなんですか 盤面的には8番さんが出て、6番さんが占い出て、で、さらに私が出てるんですよ。盤面で言ったら私真に見えませんかねそこで私のこと限りなく偽に見える理由を教えてほしいかなと思う。うーん。まあ9番さんにはちょっと申し訳ないことした6番さんのね、白結果しか見せてあげられなくて。うーん。ただ6番さんの位置はちょっと私占いたくはなかったんで。っていう感じかな。 今日これどうなるんだろう待って、今日あ、9番さん決めてください。8番、8番か、グレーか ?8 番、8番のプレイヤーは発言してください。今日七7番さん行ってください。7番さん行ってください。クロス占い、これね、4番さん占って、白出ると、結構僕の新名は下がるかなとは思ったんだけど、4番さん占いました。理由としては、7番さんが2番をめちゃめちゃ叩いてたことから、まあもちろん、 7番さオオカミで見てますんで、7人はないだろうなと。で、そうすると、71、えー、74ってことになりますよね。で、やっぱり2番さんが4番に入れてることから、僕はちょっとクロス占いをやりたくなかった。6番さんがクロス占い、クロス占いって言ってるし、7番さんも3番占うとか言ってるんで、クロス占い誘導をかけてきてるかなと思ったんで、で、僕が普通に1番に、 1番さんが本当に黒だったら、僕から黒を打たれるのに、そんなふうなこと言わないのかなと思って、2番さんも消えて、4番さんは占われる結果となった感じです,番白です。4番さんの言ってることは結構矛盾だらけで、ヘイトはやっぱり散らしてたと僕は思うし、えと最初から強人がいないことを決めつけたような発言っていうのは、やっぱり怪しい位置だったと思ってる。 思ってるけど白です。なので、それは信じてくださいというところです。今日7番さんから言ってほしいです。いろいろ喋ったんですけど、7番さん2番さんをすごい叩いてるんですが、よくよく考えると7番さん6番さんに入れてることから、別にここで目打ち切りをやってもおかしくないのかなっていうところはある。今のところ僕から見えてるのは71か72というところだけです。ただ、最初に言った通り、71っていう線がすごく追いづらいというのが今の現状です。 7番さいや何してんのね4つるって言ったじゃん何何何で6つってんの説明しろおい4つるって言っただろう5番さんも4かいいって言ってんの何6投票してんの意味わかんないんだけどマジでどういうこと 7番はさ、霊能に決めてって言って、従わねえじゃねえかよ昨日無視しといてそんな言い分が通るわけねえだろ。何言ってんだ、マジで。もう今日4釣るから。で、8番が4を占う理由が意味がわかんなすぎ。うん。だって昨日私4釣るって言ってんだよ。4釣るって言って、その後6釣るって言ってんだ。じゃあ6つったら4釣るだろ。71見るんだったら2位占いよ、じゃあ。もう今日4釣るか。絶対4釣る、今日は。 もう4位が釣らない。もう今日は4釣る。これ負けたらまあ6番さんのせいでスライドは全く意味がない。もうどんな盤面でもスライドは意味ない。無駄にない。もう言い切る、うん。やめて。今後。まあ、まあ、今後もスライドするつもりになったったらもう一生、一生一生やりたくないかなって感じ。うん、6枚投票して、何説明しろ。白結果出たぞ。どうすんだよ、これ。3番さんも。ねどうすんの白出て。 何が得られたの教えて、早く。ねえ。なんでさ、役職、新役職はさ、釣る先、釣るって言ってるとかままあ、まだ、まだ2が釣られたんだっまだ分かるけどさ。何のために役職いるわけそんなん人狼する意味ねえじゃん。何やってんの、マジで。いい加減にしたら。この結果でど何が得られたか、じゃあ説明して、しっかり、うん。白しか出ないっつったよね。 マジで一番のプレイヤーは発言してくださいいやー9番さん激おこぷんぷん丸じゃなー、まあ、何の結果が得られたのか、えー、確かによくわからんね結局わからんままだねと思うね<し>でも4番四番に行くのかな普通に占い師でいいんじゃないかなと思うんだけどで78だったら 八番さん目線、四白、三も白なんでしょ？で、七、ー硬いと思ってんだったら、一か二。で、二番さんは七叩いてたから、どうのこうのって話をしてってことは、僕が七の相方ってことになるよね。でも、最後に七には打ち切りなんかなって迷ってたし。っ六つってんだったら、ね、占い行かなくていいだろう。あ<ー>じゃあ人外で見てるんだったら。そうなるとね、二、まあ、は,2は,2は、ね、何のため六つったんだよさと思う四もおかしいし。 まあ9番さんの言う通り、4番さん釣りますか。ちょっと思考法気気味で申し訳ないけどね。2>, 2番のプレイヤーは、発言してください。さいちょっと怪しい理由って何 ?7 番さんに言ったから言うね。いや7番さん、あの私が、ね、偽っぽいと思ったのはね68の精査ですね。うんあ6番さんはね、3信用になるか、22進行になるかっていうことで、ほぼほぼもう1人出てくることが分かってたんだよ。うん これ分かるのってさ、狼じゃないか、狂人は分かんないよね。例えばだよ、8が狂人で3で囲われて、だからもう一人真の占い師が出てくることが分かる。まあ、安直だけどね。っていうところの、普通だったらそっちの思考になるんじゃないかな。って思って、その思考が全く出ずに6を狂人で置いて8を人狼で置いたところ。うん。マジで意味分かんなかった。そのことから7番さんが偽だと思ったの。私はね。うん。 普通に考えたら、まあいいは、えー、ね、私はね、9番さんとは違って1の方からいきたいと思ってる。怖かったかな。うん、なんかちんうな、ちょっと、ね、途中笑えそうななんか2周目はね、か普通になんか村勘定には見えたね。まあ、確かに私もダサった4番さんへの殴りは。うん。まあ、ヘイトを向けてるっていうふうに私も見えてはいたんだ。うん。まあ、例えば3番さんを黒、えーまあ、ヘイトを向けてるっていうか、まあ、割と安直に83でろうろで見たりとか。うん。 初日でそんな簡単に書くことは思っていなかったから、そこで簡単に見えるのはどうかなって思ったから、ちょっと雑かなと思って、ヘイトを受けてるのかなって思ったから、4番さん黒っぽいなって思ったんだけれども、うん、今日の1番さんの発言っていうものの内容が薄すぎるし、で結局ど、どういうこと急に従って4に行くって言ったの。私自分の意見を持っていきたいから、私は1位に入れたいんだけれども。うん、こんな感じかな。以上。3番。 のプレイヤーは発言してくださいとの6番ちゃんつった理由っていうのは、だって盤面にゴールし確かに白しか出ないかなと思ったよ。うん。そうだよね。その怒んないでよ。でもさ、ちょっと得れた情報もあるからね。うん、9番ちゃんにじゃあ言おうかな。8番ちゃんが真だった場合、8番ちゃんが偽の場合っていうのは、4、行く占うクロスじゃないって思うんだけどな。だから8番ちゃんし、あー、でもな。 うん、でも昨日の、今日の占い結果見て8番ちゃんの方が新かなと思ったんで、占い位置がね。うん。そう、謎でしょそこなんだよ。疑われるんだよ、絶対。48とか言われてたし。ただ、昨日6番ちゃん言ったのは、正直78だった7の方が自分は個人的に新名があったから、7番ちゃんの目線っていうのが占い目線だったんだ確実に。占いたくない。そして3を叩いてるっていうのは、まだ三学、2周目カ人ウドもあるから、ま、いろいろあってって言ってたし、7番ちゃん占い師っぽかったからさ。 わかるよ。でもさ、9番ちゃんと5番ちゃんはシンだけどさ、個人的に7がシンかなと思ったから、一番7番ちゃん役職だと思って。6番ちゃん行っただけなんだよ。<laughs> かわいい。いいごめん、ほんとにん。じゃあ今日4行くわ。でも、個人的には8の方が絶対シンだと思うけどな。だってこう4、8でもう疑われるよ、これ、絶対。8番ちゃんも行ってたけど。 うん、今じゃなんか急に息吹き返したけどさ、いやいやいや、私曲げてねえから、おいおい、行くぜ、1! 位みたいな感じで言ってるけどさ、わか,かんないしさ、2、行きたいけど、へえー、でも自分が得た情報としてはそうなんだよ。わざわざ4、8で書こうかな。だったらクロス占いして、まあ、それでも4、行かれる流れあるけど、うん、ごめんな。だから、八占い位置は8の方が心配いんだけど、ごめん、間違ってるよ、この考察、うん。4番ちゃん、バイバイ 4番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、僕、釣り全く飲めないですよ。9番さんがなんで僕をそんな黒ロックしてるのか全くわからないです。僕、村ですよ。僕釣ったら PP 起こるかもしれないですけど。いや、9番さんが僕を釣り押すのはまあ、初日はまあいいでしょう。でも僕目線は僕の村を知っているので、6にどっちかしか入れられない。 で、6番さんの発言的には確かに狼っぽくはないなと思ったから2番さんに入れた。で3番さんが僕入れるの。8番さんを死んで見てるのに僕を入れるんですかいやなんでこれ隠しろの,の皆さんが僕釣りになってるのか全く飲めないんだけど。<laughs> 投票は村っぽいけど。こで7番さんは昨日感情で多分6番さんを釣っています。 で8番さん、7番さんをオオカミで見ているのであれば、76は絶対ないんですよ。8番さんが6番さんを感情で入れたとは思っていないし、PP は起きないですよ。3強陣もまたあるけど、8番さん何を目線で6番さんに投票したのかがわからないです、僕は。だどうしてそんなに8番さんを新置きできるのかわからない。で、5番さんに昨日言われたんだけど、8番さんをすごい殴ってたって言ってたんだけど、 別に僕まっとうなこと言ってる気がするんですがなんで Q さんが僕に入れ,入れようとしてるのか全くわからないで2番さんが今,今日に限って1番さんに入れたくなったで僕はじゃあ8番さんに入れますけど以上です投票を始めてくださいありえんオラじゃないべ まあ負けたら6万のスライドが悪かったってことでいいよ <laughs> おいマジでよ4番のプレイヤーは発言してくださいださい,いや本当によくわかんないんです9番さん3番さん え9番さん3番さんは何を芯で見てるんですか ?8 オオカミで見てるんですか ?7 番さんオオカミで見てるんですか狂人で見てるんですかね全然わからないんですけど。釣りででもいいですけど、ね、3番さんに至っては8番さんんだと思ってるのに僕に入れる意味も全くわかんないです。3番さん狂人ですか おいなな、何なんだお前は。うん、よくわかんないっす正直。はい以上です。8番のプレイヤーは発言してください。なんで4番さん俺に入れてんだよ。俺に入れるってことは8に八に黒角でおったってことおかしくね。なんで俺に入れてんのよ。 地に核意味わかんないんだけど。地に意味わかんないよ。やめてくれよ。何なんだよ、本当に。えこれまさか俺。いやー、ちょっと待ってよ。おは、ま、ようございます。勝てるから。うーん。 いや、俺、占わせてくれよ。何なんだよ、これ。<laughs> やめて、マジで。うん、9話さん、申し訳ない。<laughs> いや、6、<laughs> ごめん <laughs> マジで。おかしくね。ヤクザ投票所。 投票を始めてくださいあ。ありえん、オラじゃないべ。ヤクザ投票するわ。まあどっちみち人外六で落ちてるから大丈夫でしょう。四番のプレイヤーが選ばれました。 4番のプレイヤーは発言してくださいはい、発言し,言しますいや、本当によくわかんないです。はい、あと頑張ってください。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。今朝選ばれたのら目を開けて 神か、これもしや <laughs> もしや神会なのか神会なのかこれは <laughs>。 からつっとけばそうだよ四からつっとけばよかったじゃん残せたのに何やってんだマジでマジでよ何やってんだよ。朝が来ました昨夜死んだのは九番 <laughs> 何やってんのマジで何やって 1番のプレイヤーは発言してください。2 2黒うーん2番黒の方がしっくりくるんだよなぁと思うんですけどもどうなんでしょう。これ3番さんが強人で72黒とかだったらもうおしまいですよね。PP ってやつですか ?4 番さんのな。 そう正直昨日4番さんに行きますみたいな、何も考えずに行ってしまったけど、うーん、おーい、気配はらだかなかった。八番ん釣れるよりマシだったのかな。マジでよ。正直わからんな、6番さんを釣った段階でちょっと <laughs>、もうわからなくなってきてる面はあってね。ただ2番さんがおかしいのはね、5番さんに指摘される前は、 僕じゃなくて別の人つろうって言ってたのに、5番さんに指摘されてから、結局一貫して僕釣りをしてるとこかなブレブレやん。2>, 2番のプレイヤーは発言さんを叩たたいてよ。うん、初週から。あ、初週じゃない、2週目からしっかり叩いてて、1番さんに関してはね。うん、でも私今日8から行きたい。8から行ってくれ。うん、偽が確定しているのでね。なんか死んじゃねえかよっていうか、マジかよ。 いやごめんねっていうところはあった。ただ、昨日の場面4刷りじゃなかったと思うんだよね、私は。うん。8を釣った方が絶対情報は落ちたと思ってたんだ。で、8を釣りに行ったら釣れなかったっていうところね。だってさ、8は4にしろ打ってんだよね。8釣っとけばさ、えっ、ー、と、絶対に別の、まあ仮にね、違ったとしても、あ、同じだったとしても、えっ、ー、と、PP はないじゃん。 だから私は、4じゃなくて、8の方先に釣りたいなって思って、8に入れたんだけど、4と8だったらね。4と8だったらね。うん。いや、今日は8から。私目線、偽がし、は、もう、確定しているので。うん。で、一番さん私から行くのいや、飲めないけど。私村だからね。っていうか、まじでこれ3番さんが狂人で、1、8、3で人狼だったら終わりなんだよね。 いや、4で落ちていて、いるなら、可能性としてはあるし、8がね、4で囲っているっていう線っていうのは、この偽がはっきりしたタイミングで分か分かる可能性としてはあるから、なんなら2日目にね、しっかりね、囲っている可能性の方が多いと思うんだよ。だから今日8いったら終わるんじゃないか、ワンちゃん。終わ,わらなければ。ワンちゃんじゃなくて終わるんだよ。7目線い。いや、3が強靭じゃないことを本当に祈るよ。 今日は8から。以上。3番のプレイヤーは、実現してくださいだ。みんな好きだな、本当に。<laughs> 好きやな、狂人塗りがマジで。意味わからんわ。き、4、きれ番ちゃんが言ってんだろうが、4行くって。なんでしたねんだお前ら。<laughs> おかしいだろ。真の霊能が4行くって言ったら行くんだよ。わかるか初日ミスってんだろう私たちはみんな、6しろつって。<laughs> そ,そうだ。なあ。 2なんだよ、今日は。2が癖んだよ、普通に考えて。なんだよ、狂人塗り、1番ちゃんもだけどさ。2がおかしいだろ、ブレブレやろ。あなた1投票はしてるよ。投票先だけな。発言はしてないから、本当に。みんなから言われて1にってんだらね、あなたは。<れ>あなたはみんなから2な、2番ちゃんどうなの番ちゃんどうなのって。ブレてる、ブレてる、ブレてるって言われて、あなたは投票先を変えてるだけなのよ、別に。発言はブレブレなの。わかる二 2>,、ね、2番ちゃん。 何を言ったか、九番ちゃんが良いっったら行くに決まってんだろう。従え貴様ら、いい加減にしろ、八番ちゃん目線別に四の強人だってあっただろう。四、実際八投票してるんだぞ。八番ちゃん、わかるか。でゆいご何言ったこの人、何も言ってないだろう。別に怒ってただけでしょで四の八投票、これどう見る。誰が強人ですか。自分ですか。皆さん。はい、怒りますよ。信じられないんだけど。もう、確証に従って、もう今日、二積みね、二積み以外飲めないから。 意味がわからないんだけど。7番ちゃん目線は結局8だけでしょうん。いいじゃん、安定進行で行きましょうよ。うん。8番ちゃん目線っていうのは、7に黒。んまさかつは ?6 に黒やろで、現状7狼で寄ってるんでしょうん。7に黒なんでしょから、1番はもう隠しようなのかわかんないのかまだ4が、ああそっかそっかそっか。うん。荷りだよ。7番ちゃんもずり飲めるやろ。別に。 ね今日自分、狂人で追うん追ってもいいよ。じゃあ、隠しろね。隠しの言言で言うよ。もう、ニズりな。荷ずりが飲めんからな。2以外入れたやつ許さんから、マジで。発狂したるからね、マジで。2以外飲めないぞ。2、1、ポンして !7 番のプレイヤーは発言してください。ニズリりだけは絶対飲めません。3番さんが絶対に強人だと思ってます。1番さん、本当考えてくださいね。3番さん、これ強人ですよ。3番さん、昨日8番さんを謎の理論で、真に見るって言ったのに4番に行くって言ったんですよ。 わかりますまり ?4 番の強人名なんかなかったですよま4番は結局狼だったんだよ。よ8、4で LINE 繋いで、結局9番さんが4行くって言うからけ、2人が決戦に上がってどっちかが死ぬしかなかったの。で、8番さんが死んだって思わないでほしい。だって8番さんって、私がじゃあ初日にね、6番を感情釣りするって言って、私のこと人狼で見てんだよ、8番さんっていう人は。なのに、私が6番を釣るって言ってんのに、8番さんも6番に投票してんだよ。 私のことを人道で見てるんだったら、8番さん6番に投票しないでしょ。完全にこれは村を釣りに行けるって、1、何、一人の村人を殺せるって思った人道なんです。偽なんです、8番さんは。で、2番さんはわけわかんないこと言ってるけど、1番さん、隠しろね。で、今日は8じゃなくて、8行ったらもう終わりなんです、2番さん、ね、じゃあ、4に投票してないっていうのを言ってほしい。1> 私、1番初日の白だからね。うん。で、3番さんは絶対に強人だって、8番さんの占い値がおかしいから、8番さん死んだと思うんですよ。 これ絶対強靭だよ、3番さん。だから今日2番行ったら明日 PP で負けです。8番さんに言って1番さん。いざ。本当にこれ。8番さん偽だから。8番さん昨日の決戦投票で、身内の4番、仲間の4番で上がって、何言ったええー、俺つられんの占わせてよ。俺つられんのしか言ってないんだよ。私の偽名もあげない。2番か1番どっちに黒塗りするかも決めてない。いざ<ザ>。8番を死んで追うんですかって話。 二番に行ったら負けです。八番に行ってください。以上。八番のプレイヤーは発言してください。どちも言えたらよかった、ね。二 <laughs> 番か一番。どっちに黒塗りするか決めてないと、それは決めてないでしょ、別に。<laughs> 決めてんのあんただろうって感じですよね。分かった。八四狼ですよね。七番三目線、二番三目線。八四狼なんでしょ四番ん俺に入れてんだけど、なんで俺に入れんの入れる必要なくないうん。 っていう話が一つ。ちょっと、あの、早く言うね。2番さん183だったら終わるって言ってるけど、1番、一番は、あの、白角でしょ、2番さん目線。1番人外っていうのはないよ。俺、6番さん釣った理由は、7番3っつったんじゃなくて、6番さん強人だと思ったのて釣った。ね、番9番さんがあんなに怒るとは思わなかったけど、だから僕は6番さんで強人落ちてると思ってるよ。うん。 6番さん、強人だと思ってみんな釣ったでしょう。で、ワンチャン黒もあるかなと思って釣ってるはず。だよね。1番さんも3番さんも僕はそのつもりで釣ってると思うよ、6番さんに投票したっていうのは。4釣られてた,たから、正直1番さんの奥さま。6で番さんの最後の発言、183だったら終わる。183が人外陣営だったら終わるって言ってましたよね。それないから。二が一位だから。84か72です。 7二で追ってください。2番3つって7番3ついきで終わりです。2> 2以上。投票を始めてください。2つられて1が見え。2つられるだろうな。3日だから4つっとけマジでよマジでよ !2 番。 のプレイヤーが選ばれました二番のプレイヤーは8分し,してください、うん、失敗したわうんハークもにしてた一番さんごめんねうん、これ私が悪いわ本当にごめん七万さんもごめんこれマジでや七万さんの白崎だよねうん。 だから村人のマークついてたんか。あ <laughs>、はあ。いや、ごめん。マジでごめん。ああ、3が狂人か。だよねって感じ。だよねって感じ。<laughs> まあ、とりあえず自分釣りは飲めなかったんだ。今日はね。うん。いやー、負けかよ。いや、ごめん。これは村側ごめんなさいって感じ。6、4番さんごめんなさい。 俺に謝れうんで。一番さんにも謝るわ。い, <laughs> いや、一番さ、村やが、<laughs> ごめんああ、やっちゃったこれは。マジでごめん。マジでごめんって感じ。以上だな。俺にも、ごめんなさいって言えよ、俺 マジで初日4つってたらいい事件だったろうがやあ4つって黒出たらもう売れないっつって終わりだろうがやあまじでやあざけやがってよ三3つりで何な,なら2つりで終わってたわまじでやー最速で終わる村だったんだよお前6なんか放置して釣ればいいだろうがやー おいクソだよ朝が来ました全然切れてないじゃん <laughs> なんでバレてんだよ昨夜死んだのはぶち切るだこんなのは三番のプレイヤーは発言してく 3> 3釣り決まってるだろう村高に決まってるんだろ六番ちゃん村に決まっとるやんけうん。だから反射うん 4番ちゃん釣りは無理やろう。うん。4番釣るしかないやろ。2>, 2番ちゃん釣りは釣るしかないやろ。んうん。役が賢かった。以上。9番ちゃん、5番ちゃん、ごめん。7番のプレイヤーは発言,発言してください。あ、ごめん。全然聞いてなかった。これ PP ですよね。8番に入れます。9番さんごめんなさい。4番。 4番黒っぽいとは思ったけど、3番がマジで狂人だと思ったから、私は8番以外なかった。初日もすいません。怒ったのちょっと面白かったです。以上。8番のプレイヤーは発言してください。 いなんか6強陣で僕は七番さんにしか入れません。七番さんにしか入れません。8ローローえ、ね、番3しか入れません。6強の3村っていう熱い展開来ないかな。 もうこれはダメだめだ絶対強人確定だ3番のプレイヤーは自分の強人信じてもらわなくてもいいけど一応強人だから自分は結局自分投票するからねめんどくさいから、うん、あと78、うん、もいっとくけど知らんよどっちが狼なんてうんただ6ずりはないとだけ村反省しなうん以上 <laughs> 7番 のプレイヤーは発言してください8番のプレイヤーは発言してください投票を始めてください俺三番村人だって暑かったけどな6スムラかよスライドいらねえだろう。なんていうかなうわー言ってよっかな3番 のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了人狼の勝ちですバクなマジだ 何やってんだポって言っちゃったごめんねキウさん正しかった <laughs> いやいいんだよ8目線はいいんだよ無理じゃねえよ バカがよー おい何やってんだよ、お前らなあ聞こえてるか聞こえる <laughs> <laughs> おいこれク草っぷりがよマジでよ何聞こえるん、ね、だバカ草っぷりがおい おい、クサプリ起動するわ、せめて。 だとと思思われたと思うんですよおいで今日かああ、キューバーさん聞こえます。本当に申し訳ないです何やってんだ、<れ>おい<前>六。ムラスラスとちゃうぞ。本当にごめんなさい、いや、キューバーさん、本当にごめん、んだ。本当に申し訳ないたのーーさんした、オレナいや本当にごめん、さんも、いや、まあ、お前は何やってんじゃんならもい !4 つ、4 <laughs> つ、たぶん終わりなんだよ、分かってんのかおい

いや、スライドはね、ダメだよ。どんな時でもやっちゃダメだよ。もう説明したけど。スライドが刺さる時なんてないから。や,うん、やらない方がいいよ。やっぱあれ先方、戦法が良かったか。そう、俺的に7番が出たとして、21番目の時に最近よくあるのが、心霊ーで潜伏しましたっていうあれが多いから、それで出て22番目になるのを防ぎたくて、せめて21番目に持ってきたかったから出て、 で、どっち固定したいかってなったときに、占い霊能だったら、占い固定の盤面だったら、カリード出して、グレーどんどん詰めてて強い盤面だと思ったから、占い出てすらしたの。で、仮に出なかったとして、1、2番目で出てくんのケア。で、2、2番目にした場合っていうのは、3人目の陣外っていうのは絶対出づらいから、俺のことを強靭だと思って、狼が潜伏してくれてれば、2、1番目には持っていけると思ったから、あそこで出てスライドしようって決めたんですよ。ただ、あそこで僕、多分マックス強靭だったと思ったんですよ。だから9番さん俺のことするって言わなかったけど、 7番さんが、あそこで、霊能確定盤面で、まあ、喋らせろ。わかりました。どうぞ。おい、黙れ。喋るな。7喋るな。お前に喋る権利はない。6人投票するなんて、ありえねえからな、マジで。喋るな。6人投票し、投票して出てんだよ喋る気になんて、なんだよ、バカだれが !4 つって黒出て終わりだろうが、それだよ。こんなイージーゲームはさ、何のおしてんだよ、おい。 で、えっとね、6番さんね、わかるよ。説明わかるけど、真確定させるっていうのはね、いらないんだよ。あの、4釣りしかないんだよ。4釣り、あの、4、四回しか釣るチャンスないんだよ。この村って。それで、そのスライダーした人って、あの、どっちみあ、どっちみちね、あの、釣らないといけないんだよ。あの、濁るから。ってなった時に、やっぱ村人で一、一、一,一つね、うるせ黙ってろ、お前は混乱したなら従っとけば、バカが おい。わ、まあ、かるよ。6番さんわかるけど、まあ、スライダーね、本当にね、もう覚えておいてほしい。もうメリットがないんだよ。マジで。あの、盤面が濁るだけで、位置釣り無駄になって。で、確定し,てしたとしてもね、あの、うまく決まらない。うまく決まったとしてもね、結局、強靭潜伏してるからさ、あの村目線もきついんだよ、どっちみち。っていうこと。何笑っとんじゃあいな、な。だけになれるぞ、マジで。 だいぶ深く理解しました。そうですね。僕が出たところで、狂人潜伏の狂人を探すゲームで、僕、狂人追われますもんね。OK です。理解しました。本当に申し訳ないです。そうそう,そ,うそうそう。もう6、た多分ね、村はね、もう6狂人で進めていくしかないから、あの、狂人探すゲームを、どっちみち、あの、最終的にはしなきゃいけないってなった時に、そうそう、スライドした人は狂人だろうってなっちゃった方が、結局きついからね。うん。で、あの、狼陣営はね、<や>あの謝らなくていいよ。もう、おめでとうって感じだから。もう、これは村が悪いからね。 分かりました。本当に申し訳ないです。スライ、そうですね。意味ないですね。あの番面、最後二人の状態でスライドする意味は強靭戦を終われて、狼戦も終われるっていう可能性があるんで、あそこですらはなかったです。申し訳ないです。ごめんなさい。ちょっとしい黙ってるな、おいぶっ飛ばすぞ、お前黙ってるマズでチャットすんじゃねえよ、<laughs> お前よはねえ。ねえ何 いやだから、9番さんも、えっと、スライドは釣られるって言ってるんだから、私の気持ちは分かるんじゃないのだって、私自身でさ、6番が直前で出てきて、どっちか審議をつけなきゃいけないんだよ、突然。え、でもさ、6強靭で見てたんでしょあなた言ってたじゃん。6のせいでグレー精査できなかったっつってさ、6強靭、8狼オに見てたっ言ってたじゃん。強靭処理つって何どうすんのじゃ何言ってんのそれ、占いをする段階でしょ いや、じゃあ7番さん、たぶんごめんね、って俺が口挟むのも何で見てたの6を, ?6 を何で見てたの ?7 は俺がちょっと。ちょっとだけ聞いて、俺がね、ちょっとだけ7番7番ちょっと聞いて、俺が口挟むのを間違ってるかもしれないんだけど、ごめんね、仮に俺、強人が見られてるときに、霊能って確定したじゃん、21番面だから、霊能確定してるときに強人つったところで白をつってしまうと、強人か村か多分わからない状況になっちゃうから、あの番面は黒っぽいところ、グレー、24、もしくは、 一三の片白同士っていうのを見たときに四万んの発言っていうのが真っ当じゃなかったから一番黒,いと黒っぽい押で,で仮に四万白が出てしまった時はクロス占いをして黒が出るのか白が出るのかっていうのを見ることによって盤面固定されていくよねっていう筋道の9番さんのお話だと思うからまあ俺が濁したのが全部悪いんだごめんなさい何で見てたわけ7番は6をは いや、言われ、別にまあ、6に言う権利はねえけど。ねえけど、何で見てたわけで、6を。だから、占い仕様してる時点では6番が狂人目だと思ったの。で、スラしたことによって狼目もあると思って、で、さらに、私は6番あ、4番ね、4番釣りって言ってたけど、4番が一番真っ当なこと言ってたのよ、私目線、あの時では。だから4番は釣りたくない、でもに、怪しいのは2番。だけど、2番と6番だったら6番を釣っときたい、私は。 だってすらしてんだもん。明日釣ればいいじゃないかそんなの。いやだから4番はついたくないから私は26じゃんそっちは6番じゃあ2いけよ5番が2か4つってんだから2いけよじゃあ。何6入れてんだよ。意味わかんねえだろう。えっとねごめん多分7番さんごめんね。あのの昨日の例 初日の例結果って黒が出た場合って仮にごめんだ、俺も本当の例のことじゃないんだけど、俺が狂人目見られたとしても、初日に黒さえ連れてしまえば、占いローラーをかけて終わらなければ僕の狂人目がゼロになるの。黒連れた上で占いローラーした場合、終わらなかった場合っていうのは、占いに狂人が出てるってことじゃん。その場合って、グレーの中でのラインを探していけばいいってことになるでしょ。俺が狼で引くのって、もう本当に自分で言うの違うんだけど、多分ないじゃん。あるとしたら狂人じゃん。 だからあの段階では多分グレー詰めて黒探すっていうのが、だもうもう俺に言う権りマジでないんだけど、そういうことだったと思う村の考え方っていうのは、本当に7番にこれを俺が言うっていうのは間違ってはいるんだけど、多分そういう考え方で村が進んでいった中で、俺投票になっだもう俺投票、うん、ごめんね、本当に申し訳ない。そうだよね、ねしかも言ってんじゃん、明日釣るって、4釣って明日釣るって3回ぐらい言ったぞ、何聞いてんだ、お前、ほんまに。 マジでよ。聞いとけ、ちゃんと。感情的になるんじゃねえよ。わかったかナ <laughs> 何言われたんじゃお前 <laughs> え、ナの,のせいで負けたからね。え、ちょ、マジでさ、ネタ抜きに言うけど、ナのせいで負けてるからね。これマジで言っとくけど。 え、私だけのせいじゃないっしょあなただけのせいじゃないけど <laughs> 怒られた運営に7が6に投票するって言ってるからオオカミ票はだって8番さんの投票はそれで便乗されたわけでしょそのせいで少なくとも2票は入ってるわけよ え、バンされたええ,え、バン…ええバンされた マジでよー。ざけやがってよーきキよちゃんと何のために霊能がいるんだよしん霊能と狩り役職二人でってんの何やってんのマジでよふざけやがってよーおいパンサルだねおれおい